理想を描きながら情熱燃やしてた。あの時の思い出をまだ胸に抱いてるのか。生きづらい毎日そう感じてしまうのは、あの時の快感を永遠と勘違いしているからか。夢を追い人だっただから、辛いのか現実受け止められない。夢を追い人だっただから、苦しいの夢を描いていたせいか。何ができるかでなく一つの型にはまること、理解してるし合理的だと思ってる。自分にしかできないそんな仕事あるのか。単なる駒になることがこんなにも息苦しく感じるなんて。夢追い人だっただから、辛いのか愛想笑いができない。夢追い人だっただから、苦しいの夢を描いていたせいか。騙し合いごまかし合い様子をうかがい進んでく、社会のピースになるために、嘘をつきへつらってねじ曲がってゆく高揚感。優しさってなんだ、生きるってなんだ。夢を追い人だっただから辛いのか、生きがいなんて感じない。夢を追い人だっただから苦しいの夢を描いていたせい。